女の人はこれからすぐ何をしますかはい、焼き餃子。これ私が作ったの。うん、うまそうだね。さて、これ手で食べるのごめん、今すぐ持ってくる。あと、このスープも飲んでみて。なんか色怪しいけど。そう見えても結構おいしいわよ。はい、焼き餃子。 これ私が作ったのうんうまそうだねさてこれ手で食べるのごめん今すぐ持ってくるあとこのスープも飲んでみてはい焼き餃子これ私が作ったのうんうまそうだねさてこれ手で食べるのごめん今すぐ持ってくるあとこのスープも飲んでみて なんか色怪しいけど、そう見えてもけどそうおいしいわよ。しいわよ女の人はこれからすぐ何をしますか 女の人はこれからどうすると言っていますか最近残業が増えたせいか眠くてしょうがないの。午後仕事になるかな少し眠ればでも会社じゃどうもね。そうだ、この近くに昼休みにいい店ができたの知ってるそんなに高くもないし使っている女性が結構多いんだって。へえ、じゃあ行ってみよう。 ダメだったら戻って、コーヒーでも飲んで頑張ろう。本当は家で思いっきり寝たいんだけどね。最近、残業が増えたせいか、眠くてしょうがないの。午後、仕事になるかな少し眠ればでも、会社じゃどうもね。そうだ、この近くに昼休みにいい店ができたの、知ってるそんなに高くもないし、 使っている女性が結構多いんだって最近残業が増えたせいか眠くてしょうがないの午後仕事になるかな少し眠ればでも会社じゃどうもねそうだこの近くに昼休みにいい店ができたの知ってるそんなに高くもないし使っている女性が結構多いんだって へえ、じゃあ行ってみよう。ダメだったら戻って、コーヒーでも飲んで頑張ろう。本当は家で思いっきり寝たいんだけどね。へえ、じゃあ行ってみよう。ダメだったら戻って、コーヒーでも飲んで頑張ろう。本当は家で思いっきり寝たいんだけどね。女の人はこれからどうすると言っていますか 二人はこれからどの店に行きますかどっちがいいかな中華料理はどう油っこいのは嫌だ。それはメニューによると思うけど、あっさりしたのもあるよ。私は韓国料理がいいな。焼肉も食べたいし。それってもっと油っこいんじゃないのいや、焼いているうちに油が全部出ていっちゃうもん。そうかなそれじゃあ、 ちょっと刺激的なものにするとしたら。自然料理か何かにいや、そこまではいかないけど。じゃあ、カレーはどう私、カレーの美味しい店知ってるよ。野菜たっぷりで、ルーもいっぱいかかってるの。カレーはちょっと、やっぱり食べ慣れている和食にしよう。そっちの方がいいかも。じゃあ行こう。どっちがいいかな 中華料理はどう油っこいのは嫌だ。それはメニューによると思うけど、あっさりしたのもあるよ。私は韓国料理がいいな。焼肉も食べたいし。それってもっと脂っこいんじゃないのどっちがいいかな。中華料理はどう油っこいのは嫌だ。それはメニューによると思うけど、あっさりしたのもあるよ。 私は韓国料理がいいな。焼肉も食べたいし。それって、もっと油っこいんじゃないのいや、焼いているうちに油が全部出ていっちゃうもん。そうかなそれじゃあ、ちょっと刺激的なものにするとしたら。四川料理か何かにいや、そこまではいかないけど。いや、焼いているうちに油が全部出ていっちゃうもん。 そうかなそれじゃあ、ちょっと刺激的なものにするとしたら。四川料理か何かにいや、そこまではいかないけど。じゃあ、カレーはどう私、カレーの美味しい店知ってるよ。野菜たっぷりで、ルーもいっぱいかかってるの。カレーはちょっと、やっぱり、食べ慣れている和食にしよう。そっちの方がいいかも。 じゃあ行こう。じゃあカレーはどう私カレーのおいしい店知ってるよ。野菜たっぷりでルーもいっぱいかかってるの。カレーはちょっと、やっぱり食べ慣れている和食にしよう。そっちの方がいいかも。じゃあ行こう。二人はこれからどの店に行きますか 女の人はこれから何をしますか今日は午前中会議が一つ。そして昼ご飯食べてからすぐお客様を工場の方へ案内するんだったね。はい。で課長、資料はもうできていますかうん。今からすぐ持ってくるから、コピー頼むね。それより山田商事には商品カタログ送ったのいいえ。印刷がまだ終わってないようで。 明日までには出来上がると思いますが。じゃあ、それも急いでね。今日は午前中会議が一つ、そして昼ご飯食べてからすぐお客様を工場の方へ案内するんだったね。はい。で、課長、資料はもう出来ていますか今日は午前中会議が一つ、そして昼ご飯食べてから すぐお客様を工場の方へ案内するんだったね。はい。で、課長、資料はもうできていますかうん。今からすぐ持ってくるから、コピー頼むね。それより、山田翔二には商品カタログ送ったのいいえ、印刷がまだ終わってないようで、明日までには出来上がると思いますが。じゃあ、それも急いでね。 うん。今からすぐ持ってくるから、コピー頼むね。それより山田商事には商品カタログ送ったのいいえ、印刷がまだ終わってないようで、明日までには出来上がると思いますが。じゃあ、それも急いでね。女の人はこれから何をしますか 男の人は何を買っていきますかこれから行くけど何か足りないものとかないついでに買っていくから。うーん、今のところはないけど。飲み物は買ってあるのうん、シャンパン以外は全部揃ってるよ。シャンパンは田中さんが持ってくることになっているんで。グラスは大丈夫まあ、それはあるもので足りると思うけど。あ、そうだ、電池買ってきて。 写真撮ってる途中で切れちゃったら嫌だからね。はい、了解。あ、もう少しで忘れるところだった。お箸足りないから割り箸もお願いね。これから行くけど、何か足りないものとかないついでに買っていくから。うーん、今のところはないけど。飲み物は買ってあるのうん、シャンパン以外は全部揃ってるよ。シャンパンは田中さんが持ってくることになっているんで。 これから行くけど、何か足りないものとかないついでに買っていくから。うーん、今のところはないけど。飲み物は買ってあるのうん、シャンパン以外は全部揃ってるよ。シャンパンは田中さんが持ってくることになっているんで。グラスは大丈夫まあ、それはあるもので足りると思うけど。あ、そうだ、電池買ってきて。 写真撮ってる途中で切れちゃったら嫌だからね。はい、了解。あ、もう少しで忘れるところだった。お箸足りないから割り箸もお願いね。グラスは大丈夫まあ、それはあるもので足りると思うけど。あ、そうだ、電池買ってきて。写真撮ってる途中で切れちゃったら嫌だからね。はい、了解。あ、もう少しで忘れるところだった。お箸足りないから割り箸もお願いね。 男の人は何を買っていきますか男の人はどうして眠そうな顔をしていますか朝から眠そうな顔をしてるけど、どうしたの昨日の夜、ちょっと… また遅くまで飲んだでしょう。いや最近は忙しくて飲む暇なんかないよじゃあまた残業残業ならまだいいけど仕事終わってから友達に引っ越しの手伝い頼まれちゃってそうなんだで遅くまで起きていたわけねいや寝たのはいつもと同じ時間帯だったんだけど友達の家がここからものすごく遠いもんで 今朝早起きしたんだそういえば朝が弱いって言ってたね朝から眠そうな顔してるけどどうしたの昨日の夜ちょっとまた遅くまで飲んだでしょういや最近は忙しくて飲む暇なんかないよじゃあまた残業 朝から眠そうな顔してるけど、どうしたの昨日の夜、ちょっと。また遅くまで飲んだでしょう。いや、最近は忙しくて飲む暇なんかないよ。じゃあ、また残業残業ならまだいいけど、仕事終わってから友達に引っ越しの手伝い頼まれちゃって。そうなんだ。で、 遅くまで起きていたわけね。いや寝たのはいつもと同じ時間帯だったんだけど友達の家がここからものすごく遠いもんで今朝早起きしたんだそういえば朝が弱いって言ってたね残業ならまだいいけど仕事終わってから友達に引っ越しの手伝い頼まれちゃってそうなんだで遅くまで起きていたわけねいや、 寝たのはいつもと同じ時間帯だったんだけど、友達の家がここからものすごく遠いもんで、今朝早起きしたんだ。そういえば朝が弱いって言ってたね。男の人はどうして眠そうな顔をしていますか。 男の人は何を借りに来ましたかごめん、あれないあれって何よ。紙止めるやつ。え、ノリ違う。こう、紙を何枚か一緒にして止めるものあるじゃない。ああ、クリップのことね。いや、なんでこの単語を出てこないんだろう。こう、ガチャっとなるやつ。ああ、わかった。これね。 でも、おかしい。これ、毎日のように使っているのに、なんで言えないのもしかしたら、ボケが始まっているのかも。ごめん、あれないあれって何よ髪止めるやつ。えノリ違う。こう、髪を何枚か一緒にして止めるものあるじゃない。ああ、クリップのことね。 ごめん。あれないあれって何よ紙止めるやつ。えのり違う。こう、紙を何枚か一緒にして止めるものあるじゃない。ああ、クリップのことね。いや、なんでこの単語出てこないんだろう。こう、ガチャっとなるやつ。ああ、わかった。これね。でも、おかしい。これ、 毎日のように使っているのになんで言えないのもしかしたらボケが始まっているのかも。いや、なんでこの単語出てこないんだろう。こうガチャッとなるやつ。ああ、わかった。これね。でもおかしい。これ毎日のように使っているのになんで言えないのもしかしたらボケが始まっているのかも。 男の人は何を借りに来ましたか女の人は男の人が今回会社を辞めた一番の理由は何だと言っていますかまた会社辞めたんだって まだ一年も経ってないんじゃないの七ヶ月で辞めたの。会社辞めるの、これで三回目だよね。何かよく変わってるって感じなんだけど。俺だってできれば長く続けたいんだ。でも仕事が向いていなかったり、人間関係がうまくいかなかったりして。せめて二年は続けてほしいね。 半年や一年では短すぎるよ。俺もそう思っているんだけど、今回だってあんなミスを犯してさえいなければ。仕事をしていれば、誰でも一つや二つのミスは犯すもんよ。それを乗り越えないと。俺、本当は責任感がまだ足りないのかも。私もそう思うの。ミスと向き合えなくて、逃げたって感じだもんね。 また会社辞めたんだってまだ一年も経ってないんじゃないの ?7 ヶ月で辞めたの。会社辞めるの、これで3回目だよね。何かよく変わってるって感じなんだけど。また会社辞めたんだってまだ一年も経ってないんじゃないの ?7 ヶ月で辞めたの。会社辞めるの、 これで三回目だよね。何かよく変わってるって感じなんだけど。俺だってできれば長く続けたいんだ。でも仕事が向いていなかったり、人間関係がうまくいかなかったりして。せめて二年は続けてほしいね。半年や一年では短すぎるよ。俺もそう思っているんだけど、 今回だってあんなミスを犯してさえいなければ俺だってできれば長く続けたいんだでも仕事が向いていなかったり人間関係がうまくいかなかったりしてせめて2年は続けてほしいね半年や1年では短すぎるよ俺もそう思っているんだけど今回だってあんなミスを犯してさえいなければ。 仕事をしていれば、誰でも一つや二つのミスは犯すもんよ。それを乗り越えないと。俺、本当は責任感がまだ足りないのかも。私もそう思うの。ミスと向き合えなくて、逃げたって感じだもんね。仕事をしていれば、誰でも一つや二つのミスは犯すもんよ。それを乗り越えないと。俺、 本当は責任感がまだ足りないのかも私もそう思うのミスと向き合えなくて逃げたって感じだもんね女の人は男の人が今回会社を辞めた一番の理由は何だと言っていますか 女の人が進学を決めた理由は何ですかええと、この3年間を振り返ってみると、いろいろ失敗もありましたけど、ここで皆さんと一緒に仕事ができてよかったと心から思っています。本当に充実した3年間でした。今度大学院でもう一度勉強しようと思ったのも、ここにいる間に、 今後の自分の方向が見えてきたように思うからです。失敗を恐れず、チャレンジ精神で頑張っていきたいと思います。いろいろお世話になりました。えーと、この3年間を振り返ってみると、いろいろ失敗もありましたけど、ここで皆さんと一緒に仕事ができてよかったと心から思っています。 本当に充実した3年間でした。えーと、この3年間を振り返ってみると、いろいろ失敗もありましたけど、ここで皆さんと一緒に仕事ができてよかったと心から思っています。本当に充実した3年間でした。今度、大学院でもう一度勉強しようと思ったのも、 ここにいる間に今後の自分の方向が見えてきたように思うからです失敗を恐れずチャレンジ精神で頑張っていきたいと思いますいろいろお世話になりました今度大学院でもう一度勉強しようと思ったのもここにいる間に今後の自分の方向が見えてきたように思うからです失敗を恐れず チャレンジ精神で頑張っていきたいと思います。いろいろお世話になりました。女の人が進学を決めた理由は何ですか 女の人と男の人が約束の場所で話しています。ああ、疲れた。走ってきたの汗だらだらだけど。走ってくるどころか、これ見てよ。地下鉄を降りたところで折れちゃって。ええー、かわいそうに。で、そこから歩いてきたのうん。タクシーがなかなか来なくて、仕方なく。 いつもはバスだったんじゃないの？だって、バス停は表通りだから恥ずかしいもんだから、かかとの高いものは履かない方がいいって言ったのに、その方が健康にもいいし。今日は本当についてない。じゃあ行こう。新しいのを買ってあげるよ。今日給料日なんだえ、本当に嬉しい。今日は意外とついているかも。 女の人はどうして疲れていますか ?1、地下鉄が故障して約束の場所まで歩いてきたから。2、バスが来なくて約束の場所まで歩いてきたから。3、ヒールが折れて約束の場所まで歩いてきたから。4、 タクシーが混んでいて、約束の場所まで歩いてきたから。ああ、疲れた。走ってきたの汗だらだらだけど。走ってくるどころか、これ見てよ。地下鉄を降りたところで折れちゃって。ええー、かわいそうに。で、そこから歩いてきたのああ、疲れた。 走ってきたの汗だらだらだけど。走ってくるどころか、これ見てよ。地下鉄を降りたところで折れちゃって。ええー、かわいそうに。で、そこから歩いてきたのうん、タクシーがなかなか来なくて、仕方なく。いつもはバスだったんじゃないのだって、 バス停は表通りだから恥ずかしいもん。だから、かかとの高いものは履かない方がいいって言ったのに、その方が健康にもいいし。うん。タクシーがなかなか来なくて、仕方なく。いつもはバスだったんじゃないのだって、バス停は表通りだから恥ずかしいもん。だから、かかとの高いものは履かない方がいいって言ったのに、 その方が健康にもいいし。今日は本当についてない。じゃあ、行こう。う新しいのを買ってあげるよ。今日、給料日なんだ。え、本当に嬉しい。今日は意外とついているかも。今日は本当についてない。じゃあ、行こう。う新しいのを買ってあげるよ。今日、給料日なんだ。 え、本当に嬉しい。今日は意外とついているかも女の人はどうして疲れていますか 3番女の人が男の人と今度探す部屋について話しています今お部屋探しているんだけど気に入ったものがなくて困っているのえ今今借りている部屋って駅から割と近かったよなうん交通の便はいいけど夜が怖くてうちの会社はどうも残業が多くて 帰りがが遅くなる場合が多いのよ確かにあの公園の近くの小道は人通りも少なく薄暗いって感じだったもんな少しぐらい家賃が高くても周りがうるさくても危険でさえなければいいんだけど俺は逆に少しぐらい危なくてももし家賃が安いのがあれば引っ越したいねじゃあ私が今借りている部屋なんかどう 公園の近くだから環境もいいし。いやあ、でも俺の予算超えているからダメ。女の人が今探している部屋の一番の条件は何ですか 1>, ?1、交通の便がいいこと。2、周りが静かであること。3、家賃がうんと安いこと。 4. 周りが安全であること。女の人が男の人と今度探す部屋について話しています。今、お部屋探しているんだけど、気に入ったものがなくて困っているの。ええ、今借りている部屋って、駅から割と近かったよな。うん。交通の便はいいけど、夜が怖くて。 うちの会社はどうも残業が多くて帰りが遅くなる場合が多いのよ。確かにあの公園の近くの小道は人通りも少なく薄暗いって感じだったもんな。少しぐらい家賃が高くても周りがうるさくても危険でさえなければいいんだけど。俺は逆に少しぐらい危なくてももし家賃が安いのがあれば引っ越したいね。じゃあ、 私が今借りている部屋なんかどう公園の近くだから環境もいいし。いやでも俺の予算超えているからダメ。女の人が今探している部屋の一番の条件は何ですか 1>, ?1、交通の便がいいこと。2、周りが静かであること。3、 家賃がうんと安いこと。4. 周りが安全であること。今、お部屋探しているんだけど、気に入ったものがなくて困っているの。ええ、今借りている部屋って、駅から割と近かったよな。うん。交通の便はいいけど、夜が怖くて。うちの会社はどうも残業が多い。 帰りが遅くなる場合が多いのよ。確かに。今、お部屋探しているんだけど、気に入ったものがなくて困っているの。え今今借りている部屋って、駅から割と近かったよな。うん。交通の便はいいけど、夜が怖くて。うちの会社は、どうも残業が多帰りが遅くなる場合が多いのよ。確かに。 確かにあの公園の近くの小道は人通りも少なく薄暗いって感じだったもんな。少しぐらい家賃が高くても周りがうるさくても危険でさえなければいいんだけど確かにあの公園の近くの小道は人通りも少なく薄暗いって感じだったもんな。少しぐらい家賃が高くても周りがうるさくても 危険でさえなければいいんだけど。俺は逆に少しぐらい危なくても、もし家賃が安いのがあれば引っ越したいね。じゃあ、私が今借りている部屋なんかどう公園の近くだから環境もいいし。いや、でも俺の予算超えているからダメ。俺は逆に少しぐらい危なくても、 もし家賃が安いのがあれば引っ越したいね。じゃあ私が今借りている部屋なんかどう公園の近くだから環境もいいし。いやでも俺の予算超えているからダメ。女の人が今探している部屋の一番の条件は何ですか